はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロックマン11運命の歯車の体験版が配信となりましたので、ちょっとやってみようと思います。ゲームスタートとオプションか、オプションちょっと見てみましょう。操作方法的なね、ものを確認したいので、ショットとジャンプでしょ、ラッシュコイルってラッシュを呼べるのかな、スピードギア、パワーギア、わからん。で、武器セレクトはこっちで、スライディングとか割り当てられてないね。スライディング丸がやりやすいんじゃないかな。連射ショット。連射ショットってでも。連射にするかショットにするかか。もうボタンは開いてないよね、多分。でも連射ショットにすると多分貯められないんだよね。まあ、これでいいか。設定完了。まあ、カルサーとかはこのまんまで大丈夫でしょう。言語も日本語で。振動とか。アクションだからなくてもいいんだけどね。右スティック。特殊武器のセレクトショートカット。まあいいや。これでやっていきましょう。オリジナルスペック。今でも現役プレイヤー。ロックマンを久しぶりにプレイする人。ロックマンシリーズ初めて。多分。でもさ、これデフォルトだったよね。今でも現役かって言われたら。まあ、ロックマン自体はすげえ久々だからな。どうしようかな。いや、ちょっと真ん中にしちゃおう。エキスパートってのもあるね。選べないけど。ダブルギアシステムの説明いけますか。ちょっとわかんないんで聞いとこう。おお、音声あるね。どういうこと、ちょっと待って。これ今勝手に動いてますね。R1 でスピードギアが発動。機動力アップで周りがスローに見える。L1 でパワーギア発動。チャージするほどロックバスターが強くなる。ギアゲージがオールレッドになると効果が消えてしまう。トライ1と R2。R2。あ、動かせる。あ、変なのが来てんな。これなんか自由に動けるね。なんだっけ ?R1 でスピードギア。なるほどなるほど。で、ゲージが溜まっちゃったけど。パチパチってんな。発動できないね。溜められる。これロックバスターか、普通の。で、スライディング。スライディング丸ボタンにするとやりやすいね。で、左のところの、うん、そうだね、ゲージが多分、使い切っちゃうと、なくなるまで次が使えませんと。ラッシュコイルは？あ、これか。ほい。あ、いいね、いいね。あ、結構普通のロックマンだけど、なんかだいぶ進化してる感じがするな。で、あとなんだっけ、パワーギア。おお、なるほど。で、解除。解除すると、でも、あれか。解除したら即ゲージがなくなるわけじゃなくて、左上のゲージがなくなったら、なるほど。で、貯められますね。おお、結構早くオーバーヒートしそうな感じだな。OK、OK、OK。なるほど、なるほど。あ、ある。これなんだ体当たりマンだな。もう一個ある。あるね。おーおお、これ電撃か。一応2つなんか選べるな、特殊武器は。まあ、いっか、こんなもんで大丈夫かな。次、起死回生のダブルギアの説明受けますか。分からんから、これもちょっと受けておこう。ロックマンのライフが残りわずかの時、 L1、R1 で起死回生のダブルギア、瞬間的にスピードとパワーがダブル強化。なるほどね。途中のキャンセルはできませんと。効果が切れるとロックバスターの性能が弱体化してしまいます。一発逆転のモロハの剣やってみよう。こうでしょ。うわ、時間結構短くないか。強えな。いや、連射が全然できない。マジか、超弱くなってる。食べられないし、しかも、いや、これ待って待って待って、全然連射できない。結構長いね。しかもその間これだけで対処しないといけないのか。武器セレクトはでもできるか。なるほど、まあ、こんなもんでいいか。で、ボスは1体だけ選べるみたいなんで、これ何、ブロックマン。硬そうだな。5機ありますね。大体こういう面ってさ、なんか左の方になんかあったりするんだけど、なんもない。ロックマン X と違って、ライフアップのパーツとかはないのかな。
あ、これあれか、背景かと思った。全然違った。ちょっと待ってね、一応選べるな。さっきのやつらか、これでしょ。お、電撃か。でも電撃はあれだね、空中には出せなくて地面を張っていく感じか。でラッシュコイルでジャンプできますと。これはロックバスターでしょ。でこれがさっきのスクランブルサンダー、ショットボタンで血を這う電撃弾2発。パワーギア中は電撃弾がパワーアップして当たった相手を貫通する。あ、そっか、パワーギアの間もこれができんのか。電撃弾は画面内に最大6つ、上攻撃 L 足す四角、パイルドライブ、ショットボタンでパイルを突き刺す高速突進攻撃、パワーギア中は突進力&爆発力倍増、空中でも使える。でラッシュコイルで高くジャンプができますと。あ、いい感とかあるね。ないけど。でこれがパワー感で両方回復するやつと。これ何、これガードアップ、使用したステージの間だけ受けるダメージ量が半分になる。リトライしたりステージをクリアすると効果がなくなりますと。持ってない。エディコール、エディを呼び出すアイテム、エディはいろんなアイテムを持ってきてくれる。呼ぶごとにストックが1つなくなると。あ、これは何、マニュアルって書いてある。オート、ビートコール、ロックマンが穴に落ちたときビートが、これピートか、ピートが助けに来てくれるアイテム。引き上げ中は自由に移動できるけど、ジャンプボタン入力か時間経過でピートは帰っていく。ピートが来るごとにストックが1つなくなると。はてな、これ何、これなんかすごいいっぱいあるね。あ、これなんかでもスキル的なやつか多分。なるほどね。いや、なんかすげえ、俺が思ってるロックマンよりだいぶ進化してるな。俺ロックマンね、多分ファイブ、え、今何、いい感いい感が出た。ロックマンファイブくらいまでしかやってないんだよね。え、何こいつ、え、強くね。あの間にロックバスターを当てんのか。これは連打して倒していこう。ネジがある。これ何、これ多分まあここだよな。でポンと、え、何このネジ、ネジ100って書いてある左下。まあいいか、ネジを集めていくんだなきっと。いや、こいつめんどくさそう。タイミングだね、この穴に当たるよ。当たんねえし当たった、よしよしよし。これは何、え、全然わかんないんだけど、こう破壊できるね。ほうほうほう、おおおお、いっていっていって。あ、ちょっと待って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 　待って　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 待って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 待
あ、上も行けますと。あ、しまったしまった。ロックマンのいるところにダッシュが来るから、これでポンとで、ちょっと落ち着いていこう。でこれ頭破壊しながらいけば大丈夫。これは、あ、なるほどなるほど。待って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 。あー、ここはスライディング、よし突破。あいつは来るね。ただまああいつはそんなに、あー、待って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 、これはこれは死んでしまった。こっからか。ああいう時はなんだ、そのスピードなんちゃらを使った方がいいのかな。使いどころがなんかいまいちわからないまだ。まあ、ただメーターさえ気にすれば使用制限は緩そうだからな。上はもう取る必要ないよね。ちゃんとちゃんとゆっくりこうでこうでこう、よし、じゃ当たりそう。あ、でここか。よし、落ち着けば、ネタが分かれば大したことはない。ちょ待って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 、大したことある。し、死ぬ。あ、待って待って、まだあんの。え、ちょ待って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 、あ、早く行かないとどん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 次のが来ちゃうのか。なるほどね。ちょっとさ、永遠にハマるんだけど、3段目がすげえ厄介だな。これ超厄介。これ挟まったら死ぬんじゃない。危ねえ。でここ OK で、こっち一回流れてくるから多分こっち難しい普通に難しい。5機か。だいたいロックマンって3機のイメージがあるけど、あれだからかな、ちょっと難易度落としたからかな。これ危ねえな。難易度一番上のやつ、まあ、エクストラ選べなかったけど、いつものロックマンみたいな感じでやってたら全然先へ進めなかった可能性があった。こいつ倒したい。よし。いや、でもなんか面白いね。全然ちょっとしかやってないけど、すごいやっぱロックマンだって感じがする。ここだ、ここちょっと気をつけよう。ああ、ガチャンってなってる時に地面にいるとあれだ。 できればここで突破したい。 OK。 あ、そうだ、ロックバスターを連射してた方がいいね。で、ここいいや、これ使ってこう。いや、じゃあむしろやりづらい。おお、で解除して、 OK、 いいね。で落ちてきます。ほい、あ、ちょっと待って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 、こいつ結構鬱陶しいな。で、ほい、いや、なかなかの歯応えではあるな。あー、しまったあと2機か。これゲームオーバーになったら最初からステージの、まあ、そりゃそうだよね。あ、いたんだ適当に連射してた、倒した。これ動く床とかね、ちょっとメットルはもうダメージを食らう方向でいこう。しょうがない、多少の強引さもやっぱり見せないと。で、落ちてくるときにはまたね、なんか瓦礫のクズみたいなのが一回降ってくるから、それを見つつ、こぶねあ、今左下にちょっとロードマークっていうかセーブマークみたいなのが出た。旗？チェックポイント的なやつ。これさ、これ見えないよね、完全にどこにいるのか。一回出ないと。よし、ここで飛ぼう。ただ一瞬もやってなんで、もやって、あ、変な花びらみたいなやつ。あ、またあいつか。しかもさ、ここあれだ、動く床だ。ちょ待って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 、結構むずいぞこれ。こいつ買おう。おお、なんか意味あるんだかないんだかよくわからん。いや、この動く床は厄介だな。これはチャンスだ、一気に決める。全然、結構パワーあるぞ。一番上、こっち来い。よし、まだ続く。お、6番かな。おりゃ倒したぜよくわかんないけど、
ここもめんどくさいな。一回こいつをやり過ごして、あとあそこにモヤモヤがあるから多分敵出てくるよね。でここはね、このタイミング、違ったこのタイミングとか言っときながら、であいつ上には来れないね、一回下に降りちゃったら。で、あ、またこいつか。こいつ結構よく出てくるな。よし、あ、またこれか。ほい、いや、複雑。なるべく急いでいこう。でね、これね、いっぱい撃ってた方がね、壊せるんだよね。で、こうでしょ。で、これ何これ。こっちか。ちょっと待って、待って、危ない。おお、突破した。あ、いい感がある。これどうやって取る。まさかこれに乗ってとかってないよね。これに乗ってさ、ピョンピョンっていくの。ちょっとラッシュを呼ぼう。ラッシュワン。あ、いけた。全然余裕だった。さて、結構長くない？従来のロックマンとかだったらなんかそろそろボス戦になってもおかしくない距離なんだけど、こうでしょ、でこうでしょ、全然違えし、あ、これに乗れってこともしや。ちょ、痛い、危ねえ。挟まれたら一発で死ぬかと思った。ダメージだけで済んだか。待って、まずこうでしょ、どこ、ちゃー動く床系はちょっと厄介だな本当に。ここで乗るでしょ、でこっち、あー、でこっち、でこっち、待って、うわー、しまったこっち、しまった。落ち着いていこう。でこうでしょ、でこうでしょ、でここがピョン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 、いや待ってあの敵が厄介すぎる。でピョン、これ倒しとこう。でピョンピョン、ここ焦る必要ないからちょっとよく見て、でピョンピョン、でこうでこう、よし、まだ続くか。お、これ何、あ、なるほど、ランダムってことか。いい感もあったよね。タイミングを見て一定の法則だったら狙えそうだね、あれくらいの速さだったら。ここにもいるな。よし、ちょっと慣れてきたね。いや、めんどくさい。これ何、これやつは普通にジャンプででも回避できるな。ブロック自体はこいついる。あー、逃げられた。マジか。でボスか。回復のアイテムが置いてあるのは助かるね。どうする、一応さあるんだよね、ブロックマンだから。なんかこれに弱そうだよね。これを使えばさ、なんかブロックを破壊できるみたいな。でこれさ、電撃だからむしろブロックに効かないんじゃないか。まずちょっとロックバスターでやってみよう。まあボイス付きだね。落ち、ちょっとブロック落としてきます。これジャンプ、あ、ちょジャンプをうまくこう下をくぐって避ければ自分のいるところに来るか。じゃあ、おお、え、何、待って、何これ、ここ真ん中、待って、これさ、下くぐれんの、下当たるわ。ロックマン X じゃないから顔は狙えないんだよね、多分壁切りできないから。おお、やばくねえか。待って、パワーゲット、ほら、どうよ、結構強くね、もう一回、おー、倒した、倒してねえし、倒してねえよ、まあパワーあるもん。ちょ待って、ギリヒンなんだ、ちょっ、かわって、ちょ待って、俺の勝ちだ。全然競り負けた。あと2機か。まず最初の第一形態はなるべくノーダメージでいこう。これロックバスターの方が良さそうだな。で第二形態もだってロックバスターの方がいいでしょ。第三形態でドリルみたいなの使ってみようか。
だこれをまずあっいって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 で、これは大丈夫、そのなんか反射してくるわけじゃないから、間にいれば全然余裕で、ここだな、またジャンプしてきたときに早いで、ここは一気に肩をつける、ほらで、ちょっと一回外して、ほいで、ためたら当たった今、しっかり外した、これさ、もう追い詰められたらさ、あ、大丈夫か、これ多分壊せる、壊せるけど、いって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 、第3形態までであんまり蹴りたくないんだよな、ちょ、待って待って待って、使おう、一応ね、2発はいける、ちょさっきよりさ、状況が良くないんだけど、殺された、これ、ゼロ機ってある、ちなみに、ありそうだな、ロックマンのパターンからしてありそうだよね。一発目でチャージショットを一回ぶち込もうで、ギアを回復させて第2形態へ行くで、確実に当てたいから、この段階よし、こうやってる間にギアを回復して、ギアを止める、でもう一発いける、これジャンプ全然違うし、ゴリオス OK で、こっからよ、これにしよう、お大丈夫これマジでゴリ押しなんだけどマジかよって動きを見切ればこんなもん、おお吸収してるね、おおなかなかかっこいい、新たな武器をゲット、 You got a new weapon、 お試せる、もしかして試せるね、あー普通に上からこう降ってくる感じか、前方にブロックが4つ、ショットボタンで空中にブロックを生成して真下に落とす、パワーギア中、これか、おおいっぱいある、なるほど、今は練習中だからギアのメーターはないか、なるほどね、確かにこれでも使いどころによっては結構使えそうだな、あ間違えちゃったまあいいか、これの使い道が難しいな、まだあんまり理解してないけど、よし、まあこんなもんでいっか、Thank you for playing ロックマン11運命の歯車を購入する、まあまだこれいつ発売だっけ、なんか忘れちゃったけど、いやーでも面白い、1個のステージも結構歯応えあるね、従来のロックマンと比べて、っていうかまあ途中までしかやってないけどさ、まあこれは確かに買って面白そうな感じはしますね、まあそんなわけで、ロックマン11の、体験版で、やってみました。かなり面白いです。まあ、体験版はね、無料なんで、もし興味がある方はぜひやってみてください。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。なんもないよね、この後。なんもない。